はい、どうもニコと申します。はい、今回はねホボタフライフというゲームをやっていこうかなと思います。ホボタフライフとは何ぞやというまああれなんですけども、まあ、ホボタフライフは多分おそらくホームレスになってこう頑張るゲームっぽいです。まあ要はホームレスを体験するゲーム、ホームレスの人を体験するゲーム、実際あんま分かんないんだけどちなみにまあこれでいっか、やべえ止まんないこれ、OK、まあこれでいいでしょう。モードなんかすごいいろいろ書いてるけど怖っ。まあ当然これでいいでしょう。キャラが4ついるのそうなんだ。まあじゃあ早速やっていきましょう。ということでまずは頭痛のゲ、なんか結構ねリアルというかなんというかグラフィックはなんかよくあるさ、あのホームレスシミュレーターみたいなやつではないんよね。え、目的あやふやすぎん？かなり。あーちょっと待って、これ操作が今めちゃくちゃ気になった。おい操作どこだよ。え、操作なくねー。どこで操作変えるのって感じはあるんだけど、これあーこれだ。なんかこの温度とかあるんだよね。操作変えれんか、なんかうまいこと。帰れなそうだね。帰れないね、これは。ということで、じゃあ、まあ、シンプルにやっていくんだけど、スプリントとかないんだね、そもそも。頭痛の原因を調べようって言われても、なんか、え、積んでない？もうすでに。やること。なんかミッションとか見えるあれはないのかね。削って賞金を手に入れよう。削っちゃうよくわかんないけど。これは外れってことですか。7に、ああ、ないかな。ないね、これは。おそらく。頭痛の原因を調べ、あ、こんにちは。マイズナーさん、どうも、こんにちは。毛布とかいたと。はいはい。あ、右のやつ、これあれ選択肢か。じゃあ、もう一度酒を飲まね。ちょっと待って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 。痛めつけるとかあるけど、交換するなんか。あ、なんか売るもんないわ。痛めつける。ちょっとやめようか。ちょっと、こういうね、ホームレスはね、きっとあの、その何人と人の信頼が重要だと思ってるから、勝手に。知らんけど、ホームレスになったことないからさ。あっけ、パークが必要、ゴミファインダー。え、そんなことある？へぇ。カメラ感度なんか、まあまあまあって感じあるけど。待って、これ登れなくない？登れたんだから登れるか。え、目的不明よ？これもしかして。目的不明？あ、古い布。はぁ、あ、はぁはぁ。なんか、これ取っていってなんか、クラフトとかして、まあ、なんか、いい感じの部屋とか建てようってことなのかな、からは。え、わからん。ミッションがわからん。これは何？アバラヤ？ドーナツさん。痛めつけるってあるんだよな。気になるな、痛めつける。調子はどうだい？あ、すいません。ちょっと、ムカつきますね、今の態度。話してくれてもいいんじゃないですか、ちゃんと。真摯に向き合って話してくんの。おいおいおい、もう落ち着けよ。これ連打したらなんかあるとかない？ないか。これなんか、攻撃とかないの？A でパンチかないんかな？ないか。盗む。
なるほど、盗むとかあるんだ。これだから共有スペースみたいなもんだね、多分。じゃあ61、これさ、もしかしてだけどさ、そっ、こっちにすると分かりやすい。あー、こっちにすると分かりやすい。なるほどね。61、なんか、あれか、温度の表記の仕方違ったんだね。びっくりした、61度なんかと思った。そんなわけないんだよな。めちゃくちゃ盗んだけどいいかな。盗みました。すいませんね、なんか。取ると盗むは違うんだよね。そういうこともあるよね。手洗いには入れないと、別に。ちょっと、さっきの、ちょっと試しに、ちょっとバーフとかいうやつ。戦闘開始。おいおいおい。あ、本当に RPG ゲームなんだ。攻撃する。痛い。ほら。負ける負ける。あ、諦めます。すいません。つえ。俺弱。弱。嘘。弱。どういうゲームか未だに分かってないんやけど、どうしたんやろこれ。あ、頭痛のゲームはなんだ。あったあったあった。なんかあるわ。ちょ。頭痛のゲームはなんだ。これを。あ。なんかあるね。で、散策してみるか、この辺。わしの家どこ？あ、なんかいる。なんだお前。うわぁ、絶対絡んで、ああ、ポイセ、あ、よくないです。よくないですよ。ちょ、何してんすか？ポイセしますよ。ちょ、え？え？こんな入ったもしかして。え？ポイント！ちょっと、君。どいてくれじゃないよ。君、人狩るない。ごめんな、なんか変に絡んで。度胸。ああ、はあはあ。なんかここは後々来る感じなんかな。なるほどね。結構探検しないといけない。ちょ、何もわからへんねんけど、どうしよう。え、積んだ？このゲーム。もう。どういうゲームなんやろ。あの、バツに行けばいいと思うんやけど。あ、なんか、人いるね、結構。こんにちは。いや、ほんとに。いや、ほんとに。あ、トイレ清掃員。え？え？あ、すいません。あ、すいません。今女子トイレこっちだと思います。今、違う方入ってきました。あ、すいません。やべえ。人権と敷居がねえ。ケバブと、これは取れない。残りの爆弾？あー、なるほど。これはあれか。小銭入れを調べた感じか。おるな、たまに。はい、まあ、売るものがないからね、そもそも。今何もできん状態やから。すいません。すいません。ちょっと、不労者で。あ、お金ください。あ、すいません。すいません。お、なんか、話、断食をすると、体が悪いので、はぁ、あ、はぁはぁ。すいません。あの、なんか、あ、すいません。すいません。いい人やったのに、すいません。タバコ。なんか、ちょくちょくゴミが出てくる。なるほどね。話せる人もいるんだね。基本的にみんな冷たいけど、やっぱ、まあ、身なりが多分良くないんやろな。ここにいてはいけない。いけないわけじゃないんやろうけど、合ってないんやろね、本来は。あ、すいません。話しかけないでくれ。それでなんか、すいませんでした。あの、良ければなんか、あ、すいません。へこへこしなあかん。あー、話せる。セカンドインフュージョン。すいません、わかんないですけど、物くれません。あ、すいません、なんか。え、なんか、絶対違うよね、今やった。あ、こっち。こっちか。こっちで合ってる。こっちはひたすらまっすぐ行って、って感じかな。とりあえず、バツのあるところに行けばいい。あ、なんか、優しそうな、露骨に優しそうなおじさん。
お前。はい。別に優しくはなかったね。危ないコンポート。ご飯とかのあれはない。なんかいる。あ、こんにちは。今年はどうですか。何のために、あ、なので 絵を描いてるんだね。へえー。いや、すいません。ルダさん、どうですか。あー、ルダさんいい人そう、なんか。え、ここに住んでる、ん、え、絵があるの、クラフト、あー、ここでクラフトができるんだね。いまだに何の、あれも、何これ。何これ。これ動画内でも自分の服、ちょっと。これ入れてみるか。これ、お、ん、う、ん、廃品。もう一旦ちょっと、いや、もういらんスクラッチをちょっと。どう、ん、着火。わあ、なるほど。あ、寒くなったらこうやっていらんゴミを入れて、暖取れますよ、ということかな。あ、うん。早。こっちやな。なんか、ん？どういった、あ、違う。そもそもここに入ったのが、なんか俺が、フラッと入っちゃったからあれなのか。こっちか。手当たり次第に話していきたい。ああ、意外と優しい人。すいません。ああ、なんか、ポイ捨てしてるな。なんか、更新された。あ、覆面をかぶって、ホームレスや待つ人々を守ってくれるスーパーヒーローがいるらしいんだ。あ、ついでなんか、くれた。ありがとうございます。そんな29も明田さん。く、え、冷た。あ、OK、警察署なんや。え、冷た。え、見ました、今。警察の人冷たいですね。いや、もう末ですわ、これ。これは何、タバコ。あー、いや、大丈夫です。タバコ吸わないんで。いやしいなー。もう一個先かな。ちゃんと小銭入れ確認して、ちまちま現金も稼がない。これはちゃんか。これは何、男性店。これ何、何ですこれ。あー、ご飯屋さんや。ご飯屋さんっていうか、あの、キオスクとかそんな感じだね。なるほど。なんか気持ちのいいさ。ご飯持っとく一個ぐらい。高えな、こいつ。足元見てんな。なんかここになんか、バツってなってるけど、ここに入ればいいのかな？ここやね。ここは何？自室ですか？これはダメと。なんかピッキング能力とかあるのかな？スキルがあるっぽい。あー、こんにちは。あ、すいません。ん？ここは何？結局。ここは一体全体。お、これ、暗っ。よ、べっぴんさん。今日暇だ。ドイツ人が来ない。どういうこと？謎の人物。あ、何？お？何？ここは何？どう？暗いな。なかなかもう。はあはあはあ。どうした？いや、逃げて。バーグリム。いや、握手するよ。やだ、ないわ。ほうほうほう。パーティー？あー、だ、酔っ払っ、なんかパ、ん？なんなんやろ？あ、でも一応、できたっぽいか。シュラグはどこにいるよ。おい、ありがとう。あ、ちょっと、パーグリム、あの、ベアってやつは、ありがとう。いい人やから痛めつけないわ。で、これで、あ、また
たなんか戻らなあかん。あ、すいません。あ、くそ。